新型のガンダムなのか。なんて重装備なんだ。随分とクラシックな機体に乗ってらっしゃるんですね。死神のお世話になる予定はありません。それでいい、ベルリー。身構えている時ほど奴らは近づいてこないからな。ガンキャノン、カイ、走るぞ。あれはクラシックコレクションじゃないか。なんで動いているんだ。常に世の中を動かしてきたのは一握りの天才だ。あの人、自分を天才扱いしてしまうあたり、クリム大尉にそっくりだ。メガファウナ以外にも宇宙で海賊をする人たちがいるなんて。今は余計なことを考えるな。共にやるぞ。どこであろうとガンダムファイトの申し出は受ける。ガンダムファイト？なんだかお祭りみたいで楽しそうですね。お前の腕前見せてもらおうか。流派東方腐敗、ぜひ僕も弟子入りさせてください。黒歴史の期待が次の黒歴史の幕を開ける。黒歴史？そんなものに触れるなんて本当に罰が当たりますよ。未来を見せるシステムか。ハッパさんに頼んだら G セルフにも組み込んでくれるかな。やめておけ、ベルリー。ゼロなどにではなく、そのガンダム自身の声を聞け。マスクをつけてモビルスーツに乗るの、ひょっとして流行ってるんです？私がそんなものに興味があると思うかね。戦争根絶が俺たちの使命だ。戦争根絶のために戦う。僕よく分かんなくなってきました。対話のためのガンダム、これがダブルオークワンタだ。宇宙からの脅威と対話か。やっぱり分かり合うことが大切ですよね。アリーアルサーシス、ご覧の通り傭兵だ。ベルリゼナムです。よろしく。アリーアル何でしたっけ。そこな若武者よ、武士道とは死ぬことと見つけたり。武の心得学ばせていただきますよ、武士道さん。ミッションがスタートしたらまずは前段シュートだ。オッケー。それって完全なミステイクですよ。